一馬のこいちゃん小泉一馬でございます長野市議会議員でございます小泉一馬トークチャンネルこいちゃん今日も早速いきたいと思います今日はちょっとね背景違いますけれども気がつきました気がつきましたあのー、長野市議会もね第一庁舎今ね お引越しなんですよ。で、来年、来年っいうか、も今年ですよね。今年1月から、新しい庁舎で、私どももね、皆様のおかげで、新しい議場で、気持ちよく議員活動させていただくことになっております。でね、今、まあ、ちょっとそう、いつも、実は議員控室で、こいちゃんとってるんですけど、そこも今、お引越しなんで、今日はちょっと違うロケーションでね、やらせていただいております。こいちゃんでございます。で、最初ね、12月議会の報告。 というかちょっとしたエピソードねこんなことありましたっていうのをやりたいと思います。題して「議会をなめんな目は節穴じゃないぜ」ということでございましてこれどういうことかっていうと議会を、ね、ちょっとねごまかしちゃおうかなってそういうことを考えていたのかなっていうところを小泉はちゃんとチェックしたっていうお話でございます。でねあの出、ー、て議会っていうのは初日にはね 議議員さんんのの手元に議案集ってていうのは来てるんですよああこんな議案今回出るのね事前にチェックしなきゃいけないじゃないですかだからね1週間か2週間前にね来てるんですよね議会初日の前にでそうは言っても初日に議題出せませんでしたけれども会期中になんとかなんとか間に合わせましたがこれも追加でお願いしますってそういう追加で出てくる議案もありますこれ追加議議案案ととかか構想議案とか 言いますけれどもね。でも、その追加議案について、大泉がちょっとそれおかしいじゃない見破ったっていうお話です。はい、何か。で、ここね、ちょっと見ていただきますとね、これが、その追加議案のね、目録一部抜粋アップでございまして、工事請負契約っていうのがあったんですね。長野市旧第一庁舎解体工事。そうそう、今お話しした、新しく建てた庁舎の前の庁舎ね、あれをね、 しちゃゃななきいいけないその公示請負契約あったんですけれどもね仮契約日が27年の10月15日っていうことで司令とねこれあのちょっと他の議案に紛らわしてこれもお願いします議員さん持ってきたんですで小泉がその議案質疑の時ちょっと待ってくださいこれ27年10月15日仮契約って。 議会初日はね確か11月27日だったよななんでなんで一月も前に仮契約済んでんのに議会初日に間に合わなくて途中で後出しで出してくんの12月に入ってからでそういう質疑をしましたら総務部長さんが不注意がございまして初日に出せませんでしたみたいなことをね白状しました。 で小泉はあでだってその事前にね各会派宛小泉はまあ一人会派無所属ですのでそれも含めて議案の説明がありましたよねその時にそういった釈明ございましたっけって重ねて質疑しましたらそこまで細かい話はしてございませんでしたというお話なんですあのね小泉は人間誰でも間違いあるじゃないですかそりゃそうですよだって機会じゃないですからねだからそれ 間違っちゃった時に「すいません」「こんな風でした」っ謝ったらねそれはああそうなんですねって思いますよいやもちろんそれはねあんまりとんでもない間違いじゃしょうがないですよだけどあのちょっとね1ヶ月ちょっと忘れてて議案出すの忘れちゃってごめんなさいって言ってくれればなるほどねって思うけれどもだけど こういうやり方されるとね、議会どうせこんなの見逃すよねって紛らわしちゃえば、そのまますって言っちゃえば説明するのもめんどくないし、俺たちの面目もね、潰れないし、そうやっちまうんじゃねえっていう思いがあったんじゃないのって疑わせる事案になってしまったんですよ。そう,すそうしちゃうと逆にね、 市議会の議員と市役所の行政との信頼関係これ自体がちょっと怪しくなってしまうんじゃないのと小泉もそこをむしろ心配します。でねそ,そ,れそれはそうでしょって小泉思いますよ。それはそうなんだけどだけどさ議会も議会だと思うんですよ小泉がね議案質疑でこれ指摘しなかったらそれスーツのままいっちゃってるんですよ。 その議会のチェック能力っていうのはどうなってるのって話じゃないですかであの、議会の最終日に委員長の報告があってね、それでそれについて、えー、委員長報告に質疑っていうのも議員として本会議でできるんです、小泉、聞きました、この話ね、総務委員会ではどうなってましたか、まあ、そういうこと聞いたんです、そしたら総務部長から説明があって、あの陳謝もあったと、うんうん、それはいいと思いますよ、小泉、それ以上は言いません。 で、総務委員会ではどんな審議内容だったかって言ったら、それを受けて、特段の審議はしませんでしたと <laughs> いうことなんですよ。いやいや、だってね、そういうことがないようにって、一言ぐらい、議員さんとして総務委員会、所管の委員として、 申し上げるべきじゃないかなと思いますよね。それ聞いて別にうるせえ議員だとか思う人はいないと思うし、むしろね、それをやっとくことが議会はちゃんと機能しているんだ。議会にちゃんとした報告、書類、議案を上げていかなきゃいけない。そういう緊張感につながるわけですよ。でもそれやってないんですよね、総務委員会も。で、皆さんね。 こういうこと言うとまた、またこういうこと言うとね、俺も気に気がね、ちょっとね、気にが触るとか言われちゃうんだけど、そういうことやってる議員さん、じゃあ小泉の他に誰がいらっしゃるのかって、言いたくなる気持ち分かっていただけませんかね。行政もしっかりしたことやりましょう。間違ったら正しましょう。議員も間違ったことあったら、それ気をつけてくださいね。チェックして。 釘を刺すココンコンそういうことができる議会になっていきましょう小泉一馬は今後もきちんとしたチェックやっていきます <noise>